はい、どうもポンポンです。あ、びっくりした。午前中なので寝ていました。はい、どうもポンポンです。今日も朝から元気に行きたいと思います。今日は西成にやってきました。朝からモーニングが食べれるお店があるということで、早速行ってみたいと思います。それでは行ってきます。朝ということもあって、結構やっぱりどこも閉まってるお店ばっかりですね。到着しました。西成酒場成屋さんです。これが噂のモーニングセットですね。それでは早速成屋さんに行ってみたいと思います。行ってきます。ドリンクメニューこちらです。これちょっと買ってきたんですけど、マスさんが、お店中から新鮮な食材がたくさん並んでいて、美味しいものも並んでます。洗剤の方が240円、300円だそうです。私今までモーニングといえばあのパンとコーヒーしか食べたことないんですけど、なんと今日のモーニングセットはお酒です。モーニングが揃いましたよ。こちらです。今日のモーニングセットはこちらです。まずは生中か中ハイか選ぶことができます。今日はもちろん朝から生中にしました。そしてゆで卵と、今日の一品はチンジャオロースです。最高ですね。なんとこの3点セットが350円です。350円ですよ。そんなことあります？じゃあ今日もいつもの行きます。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。朝日最強ですね。目が覚めました。もちろん朝なのでゆで卵がついてます。じゃあいい感じのツルツルに向けました。あれ、私の顔みたいに丸いな。ん？お友達かな。じゃあまずはこのまま行きます。どどん。しっかりと程よく火が通ってます。あ、大丈夫。うどん歌っても大丈夫。あ、大丈夫ですよ。はい。マリアさんではカラオケ採点ゲームもされてます。あ、すみません。じゃあ次は塩をかけていただきます。サルティ、やっぱり塩かけた方が美味しいですね。進むわ。チンジャオ行きます。美味しそう。私の大好きなかぼちゃが添えられてます。チンジャオ行きます。いただきます。美味しそう。もう香りだけでビールが進む。朝からビールとチンジャオロース食べたの初めてなんですけど、いけますね朝からでも。かぼちゃもしっかり煮込まれてますね。めちゃくちゃ柔らかいです。ほんでちょっと今一緒に混んで、今日ハンバーグとか
一瞬で食べきってしまいました。あー最高。こんな朝一から空いているお店もなかなかないので、ぜひ皆さん成屋さん の, あのモーニング食べに来てください。じゃあラスト行っちゃいます。モーニング、はい、あごちそうさまでした、うん、最高です。完食しました。ごちそうさまでした。今日はこちらの西成にある成屋さんに行ってまいりました。モーニングセット税込み350円でした。めちゃくちゃリーズナブルです。ごちそうさまでした。店員さんもめちゃくちゃいい方ばかりで楽しいお店となっておりますので、皆様も西成へお越しの際は成屋さんへ行ってみてください。あと成屋さんではたこ焼きもされてらっしゃいます。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。